下の方お願いします。新田さん、新田さん、下の方お願いします。お願いします。ジュリアナの象徴、ジョン・ロビンソンです。ジュリアナズ・トーキオー！進んでください。前の方にお進みください。あ、もう安全燃焼するようにオーダーしてきました。オーダー伝説のタコ踊りが見えますからね。もちろんです、ね、この衣装はちなみにおいくらぐらいしますか。値段ですか。いや、ちょっと言えないな。高すぎて言えない。そうですか。あらちさん、下着はどうしてますか。下半身の方の下着はそんなのないに決まってるじゃないですか。いや、さすがに一番派手なのください。会場2時間前なんですけども、早くもこれだけの方が並んでおります。若い人もいれば、もちろんかつてのジュリアナ世代おぼしき方々もたくさんいらっしゃいますね。今日はお二人ですか。今日兄弟で来ました。あ、兄弟ですか。そうです、そうです。私が8個上なんで、でこれがなんか昔のジュリアナ東京で行ってた SS なんです。多分今はないんで。よく行かれてたんですか。結構行ってる。好きなんで。芸能人とかじゃなくてもこういう格好ができるっていうんですか。普通の人でもなんか本当そこに来ると皆さん変身してしまうというか、うん、青春の時に楽しんだんで、やっぱりなんかそれをずっといい思い出になってるので、うん、多分皆さんその30代40代の方がたくさん来るなと思って、うん、なんかその年代の人と楽しみたいですね、うんうん、これでももう結構年なんで。ちなみにおいくつですか。ちなみに55です。おいい思い出っていうか、うん、踊ってるのがなんかやっぱね、おあの楽しいから、もう踊り命だから、もううち、うちでも踊ってますから。どこでも踊っちゃいますから、音楽鳴ってれば。なるほど、うん、はい、ありがとうございます。やっぱり、なんだろう、バブルって良かったんだとか、ディスコって楽しいんだっていう、今の若い子は覇気がない。もっとね、野心を持って、あの、熱苦しい感じでいいと思うんだよね、若い者は。そういうのをこう目にも見せてくれるわ、みたいな感じですかね、はい、そうね、やっぱりこう、確かにあの生活とか生きていくとかめっちゃ大変だと思うんですけど、もうそれでもっと大事なのはバカになれる瞬間だと思うんですよ、本気で。もうなんか失神手前ぐらいいけるとなんかその何ですか、また明日頑張れろっていう意欲になっていくので、その瞬間をぜひ味わってもらってほしいなと思います。これが対決ということなんですけど、はい、いやそれも絶対今日は一番目立って勝ちますよ絶対、はい。いや、私は荒木氏ですけど、私はディスコクイーンですからね。そういう意味では絶対負けない。はい、ジュリアナ東京。ファンナイトではありますけれども、ジュリアナ東京、当時の雰囲気を醸し出していると思いますので、当時が思い出せるように頑張りましょう。よろしくお願いします。
昔と比べてどうですか？やっぱ昔の方が良かった。ああ、どの辺が？なんかパラパラが混じってるのが嫌だ。ああ、結構いましたよね。なんか違うあれが入っちゃう。あんなのはなかった。どうでした今日？今日懐かしいです。懐かしい感じです。バリバリジュリアナ。バリバリ世代です。バリバリ世代。お二人とも。いや、私はもう小学校の時なんで、ジュリアナは教科書振ってました、昔は。昔と比べてどうですか、ジュリアナ。あのね、踊りにね、キレがない。キレがない。さすが。ちょっと今、扇子を買って、扇子の振り方をレクチャーしてあげようかという話になりまして。なるほど。あ、じゃあ今買いに行く。はい、今買いに行きたいと。ちなみに、コツはどんなところなんですか？もっとね、舐めるように扇子を振らなきゃいけない。手首だけで振ってちゃいかん。舐めるように、こう体を舐めるように振らなきゃいけない。ちょっと触りだけ。舐めるように。わかります？ちょっとやってみて。わかんない、私世代じゃないけど。手首だけ、手首だけ。ダメ。悪いね、悪い。なるほど。やばい、楽しい。今日は3つ。1, 2, 3!